ダストチャンネル。ダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん。妖怪ウォッチシャドウサイド。デラックス不動雷鳴剣妖精剣バージョン不動明王10&妖精剣ホルダーだ。イエーイ。名前長い。名前長くて言うの大変。こちらは妖怪ウォッチシャドウサイドに登場する不動明王を召喚するアイテムの妖精剣とその妖精剣を5本セットできるホルダーのセットになります。ではパッケージのアップから見ていきましょう。箱の正面はこんな感じ。これが今回付属する不動明王10の妖精剣です。そしてこれが妖精剣を5本セットできるホルダーになります。これが不動明王10ですね。今回驚いたのはNEOYC チップが搭載されてゲームとアプリに連動します。箱の横側、反対側の横側、耳の裏側、5本の妖精剣を集めろ、箱の上側、箱の後ろ側、ここには主な遊び方が載っています。遊び方1、デラックス妖怪ウォッチオーガと連動。これは後でじっくり聞いていきましょう。遊び方2、妖精剣を妖精剣ホルダーに収納。このように妖精剣をセットできるみたいですね。ここにはゲームやアプリとの連動が載っています。箱の下側はこんな感じ。では早速中出してみましょう。よいしょ、ひょっしょっひょっしょっ。はい、中出してみました。中には妖精剣と妖精剣ホルダーが入っていました。ではそれぞれアップで見ていきましょう。まずはこちら、不動雷鳴剣妖精剣バージョン不動明王10。妖精剣の絵柄はこんな感じ。ステンドグラス調の絵柄に炎のデザインがされています。鐔の部分はこんな感じ。柄の部分、ここも細かいデザインがされています。上側、下側、横側、反対側の横側、背面、ここに個別認識ピンがあります。これは NEOYC チップが搭載されている部分ですね。柄の部分、後ろ側は肉抜きされています。前回の不動明王の妖精剣と比べるとこんな感じ。絵柄はこのように変化しました。鐔の部分も若干デザインが違います。柄の部分も違いますね。後ろ側、鐔の裏側は QR コードから NEOYC チップに変わりました。柄の部分はこんな感じ。大きさは変わらないんですけど、鐔の部分が今回の不動明王10の方がボリュームがあるので、全体的なボリュームもこちらの方があるように見えます。続いてこちらが妖精剣ホルダー。こちらは姫の真の力を覚醒するために必要な5本の妖精剣をセットできるホルダーになっています。アップで見るとこんな感じ。ここに悪魔の顔のようなデザインがされています。この部分はそれぞれ妖精剣を指す部分になります。妖精剣の持っている色別に色分けされていますね。差し込み口、こちら側から妖精剣を差し込みます。こんな感じですね。反対側の横側、こんな感じ。上側、下側、後ろ側です。こんな感じ。全体の成形色はクリアのガンメタリックに細かいラメが入っています。この部分をベルトかズボンに引っ掛けることで、このように腰にぶら下げることができます。妖精剣を実際に刺すと、こんな感じになります。差し込めばロックがかかるので、振っても落ちません。では続いて、不動明王10の妖精剣と、妖怪ウォッチオーガとの連動音声を聞いてみましょう。では行きます。憑依、剣舞魔人、不動明王。我に力を。ん？これ前の不動明王の妖精剣と音声一緒じゃないですかね。ちょっと試してみましょう。これ前のやつ。
うん、一緒だよね。音声とか発行は前回のものと一緒みたいです。では続いて妖怪ウォッチエルダと連動するかやってみましょう。いけるかな。いくよ。不動雷鳴拳だって。音声鳴った。今ライトサイドでやったんですけど、シャドウサイドでもやってみましょう。いきます。ライトサイドとシャドウサイドでは音声は一緒みたいですね。いや鳴ったね。いやこれ楽しい。ということで本日はデラックス不動雷鳴拳妖精拳バージョン不動明王10&妖精拳ホルダーを紹介しました。名前長いって。この間の放映されたアニメでも妖精拳ホルダーをトーマくんが使ってたので、妖怪ウォッチオーガを持っている人でよりなりきり遊びを楽しみたい人にはいいかもしれませんね。何より妖怪ウォッチエルダに連動したのがすごい嬉しかったです。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方はコメント高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダッソでした。バイバーイ。